先行のブリリアントから客席に向かってシャウトお願いします。はい、今日が実は初めてのバトルになってます。はい、で1回戦が、不戦勝で、今に至るということでぶちかましたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。対して高校ユースアール夫での徳島県民ですけどいつも通りかまします。さあがっつりやり合っていただきましょう。ベスト8第2試合、先攻がブリリアン、後攻がユースアール、 DJ はシュン、レディーファイ。Yeah, 初めてのバトルなのに1回戦が不戦勝、不完全燃焼でもここに立ちお前にぶちかましていくだけ。ちゃんと先生堂々目を見てやっていくだけだ。普段はライブハウスでライブやってるがクラブでもぶちかませるとショーウェイ。普段はサイレンキルした感情で最後この場ならいかるだろう。先生堂々やってるからハートうごめいた瞬間これで会話しようぜ。ここまで来たら本気でやるしかねえな。もちろん本気でやるしかねえな。今夜は俺がトラブルで本気でやるなんて当たり前。この場所でぶちかます当たり前。ニガリさんの前でやってくぜ。俺とお前真っ向勝負でやろうぜ。イェイ、ぶちかます。俺の言葉もともと何もなかったようなやつだがマイク持ってラップやってぶち上げてきたぜ。コラボでもなかったんだったらその時のストーリーを俺に聞かせてくれよ。それもせずに媚び売るのがうまいだけ。そんなバズはくらいまって、ただそんだけ目は合わせんのに礼儀がなっちゃうね。繋いだくさび徳島現場 I'm a Mr.B。 2人ともラップうまい、ナイスバトルでした。ですが、聞かせてください。先攻ブリリアント高校ユース R、 オーディエンスは先攻ブリリアント。それでは先生方お願いします。ジャッジ青、赤、赤、2対1で延長戦でございます。ナイスバトル。じゃあ立ち位置ごめんなさい、入れ替わっていただいて。それでは参りましょう。延長戦入れ替わって、先攻がユース R、 後攻がブリリアント、 DJ はシュン、レディーファイ。延長戦だからといって手は抜かねえ。これもちゃんとつないでいこうぜ。きっかけいいだけフローだけとか言うやつらばっかだけど俺たちならばラッパー。予想の初戦はエッセンス、語っていくのはすごい経験数。そういうことだろう。それでフローやってたお前の存在が生まれてるってか。そういうところももちろんついてこいよ。だけど俺ならばその普段上の言葉でお前の伝えるぜ。そういう風にラップやってこそ本当にマジな勝負だぜ。バラッ、あなたに1回戦のさっきの時に過去が何か言われたから俺はちょっと過去を話すぜ。イェイ、ライブハウスで実は5年アイドルをやってた。その中で今からラップをやっているラッパーと名乗ってる。イェイ、アイドルという経歴を言えばイェイ、足かせのように見えるかもしれないけれども俺はちゃんとこの場所でかます。だからやっていく。緊張のむしゃぶるいが震えている。だけどもやっていく。アイドル数分にはさもったいねえな。せっかくスマイルがいいだからもっと黒さ見してくれよ。そこ関係しねえとこれはピーポイント定義。ここカップだろ愛媛県予選カップだろキングオブステージ。そういうことだろう。対話なろうぜアートでファイメン。だけどこれは飾りじゃねえ。語りかけることもしねえよ。だけど俺ならば会話これがさ光らしてく前は前を前はタイプライト打ち込むかのことでそれで光らしてく前は。イェー、早口でカタカタだから何言ってるかわからないところがいっぱいあったけれども俺はゆっくりちゃんと話すぜ。イェー、俺はさっきも言ったけども何回も言っちゃうけどもライブハウスでちゃんとやっている。イェー、この祭りの時だって近所の田舎のラップラップじゃねえ祭りの中でライブをかましていったんだ。そういうことだ。今この着ている T シャツだって俺ら今やってるグループの T シャツ仲間もちゃんとしょってやってやる。ビンボーイ、延長戦もナイスバトルでした。聞かせてください。先攻ユース R、 後攻ブリリアント。もう一回全員参加でしっかり見させてください。先攻ユース R、 後攻ブリリアント。難しいな。
最後ちょっと手をストップ気味で見させてもらってもいいですか。よろしくお願いします。セイコーユーサール、高校ブリリアント、手の数がやや高校ブリリアント。手塚先生方のジャッジも残ってます。よろしくお願いします。ジャッジ、青赤青2対1、結局そういうことなんですね。延長戦でございます。イエー、それではそろそろ二人とも叩き潰していただきましょう。よろしくお願いします。 yeah. Yeah. 再び入れ替わって、先行がブリリアント、後攻がユース R、 DJ O とマイク、そうですね、いや、入れ替わりすぎました、すごい大丈夫です OK。 それでは参りましょう。先行がブリリアント、後攻がユース R、 DJ はシュン、レディーファイ。まさかの2回の延長、これで1回戦の不戦勝もなしみたいなもんだな。だからこっから本気でやっていこう。こっからっつったか、さっきからちゃんと本気ではやってる、胸を張ってやってる。さっきアイドルやってたって言ったが、今胸張って言うで、あのラップは。おい、本気でやってることくらい目見たらわかるよ。だからこれが不戦勝なんだって、こんなこと言うなよ。バトルだからって関係ねえだって、この後サイファーでもするか、この延長戦で。ということだよ、俺たちの価値はぶつけ合って高め合ってこそなんぼだろう。 Yo、 ヘイターやキッズそんなもん知らねえ、いつだって自分の傷だけで語ったぞ。Yeah、 そうだぜ、普段ならば俺はこのフロアでヘッズをやっている。いつも見てる先輩方の立ってるステージに俺立っている。 Yeah、 ちゃんとだからリスペクトを送ってバイブス全開でやっていく。酸欠気味でも酒飲んでやってくだけ。You know the 前がニガリさんの名前、たくさんだったら俺も出してやろうか。先輩後輩と大変でさっき殺し合ってくれみたいなこと言ってた。そこでそんなこと言っちゃしまえ、俺をちゃんと殺してこないと。あとバスで目向いたとこ言ってたのに、ブシュって打ってんのお前。さあ決着はつくんでしょうか。聞かせてください。先行ブリリアント、後攻ユース R、 オーディエンスは先行ブリリアント。それでは先生方よろしくお願いします。ジャッジ、青赤青2対1、勝者先行ブリリアント。ユース R もナイスファイトでした。大きな大きな拍手を。